いや、すごいな。いやね、おしまいって言って笑顔で終わったんですよ。笑顔で終わってすぐに続けてなるの、そのおしまいって終わったかな、もう終わってんだって。生放送終わってその力が抜ける人みたいになってるね。それをなんで始まりの瞬間にやるんだよ。始まりみたいになってる人、急に脱力してね。脱力っていうか脱力は違うな、脱力ってめちゃくちゃ力抜けてんじゃん。でも力が抜けちゃうみたいな、力が力抜け。いいです、もういいです。怒ってる何に怒ってるんでしょうかね。ああ寝ちゃおっかな、もうみんなが見てる前で、ね、俺寝ちゃうわ。わあ眠む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 。ああ今日は何食べようかな。マックのなんか新商品クソ冷たかったんだよな。話すか、なんかポテトのやつな。なんか普通のポテトいいのに冷てんだよ。出来たてだったら絶対うまいんだよ。出来たてでって頼み方するんですよ、マックのナゲットとかもね。そうするとめちゃくちゃ熱々になるんですけど、まあ、出来たてってものはないのかな。だったらキングバーガー行きよって話ですけど、まあ、キングバーガーは遠いんですわ。うん、キングバーガーは遠いんだよ。めちゃくちゃ遠いか、駅でガタンゴトン行くか。ガタンゴトンって何なんだよってね。ガタンゴトンって聞こえるけど、絶対ガタンゴトンって鳴ってないよな、あれ。でもなんかもう、ああ、もうガタンゴトンだってなっちゃうよね。乗ってる時の音は、ああ、ガタンゴトンだってなるけどさ、違うか。なんか電車マニアかしら、何言ってんだよ、お前って。突き刺すぞって。首都でって。突っ込まれそうですけど、いや、首都で突き刺すって。まあ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 、いいでしょ。まあ、そこのとこね、まあ、追求しすぎてもね、もう時間が長引くだけですね。時間が長引く。うん。時間が長引くってなんだって思ってね。あー、お腹すいた。お腹すいた。まあ、すごいふざけてるようでふざけてないんですよね。まあ、変な顔だなとは思ってないけど、これでみんなが笑ってくれるとは思ってないっていうのが俺の定義だな。ふざけてるかふざけてないのか。俺がふざけるときはこれでみんな笑ってくれるかなって思うときなんですよ。今のはなんか変な顔してるけど、ただ変な顔してるってだけ。変な顔してる理由は変な顔したいからっていう理由かな。そう、今の状態ね。でも、たまにね、変な顔してみんなを笑わせたいからって時もありますよ。うん。ね、眠いな。あー、寝ちゃおう。もうベストコンディションじゃないんだよな。もう俺の人生やりたいこと全部ベストコンディションじゃない呪いでもかけられたんかな。その代わり一生堕落して生活できるけど、うん、いやいやー、なんか喋ることもない感じかな。ないな、喋ることないな。ないな。ああ、トイストーリー4がやるってよ。トイストーリー4がやるってよ、みんな。来年の夏。いいね。ううういや、それは顔が一番重要なんだよな。この、ううみたいな。この、よくわからないね。何も達成してないのにどうやる感じ。これが一番いいのに。これが今、みんなが笑ってくれる理由に、なるはずだった行動を僕は顔を出さずにやってしまいました。これギルティです。はい、いてー、後頭部にあるデキモンがいて痛いね。く
薬飲んでるけど、薬を立て続けに飲む。毎日ね、しっかり飲み続けるね。薬飲むのは毎日継続できるのにね。そりゃ俺水飲むのが好きだからな。いや水飲むの好きだから糖尿病になりたくないなっていうね話。でも散歩しなきゃいけないんですよ。散歩、うん、可愛い子にね、痩せたらね一緒に住もうねみたいに言われたら全然やるけどね。俺付き合うってことどうなんだろうなって思って、付き合うことより俺が重要なら一緒に住んで一緒に寝ることですから。一緒に住んで一緒に寝て日の大半を一緒に過ごし、そしてお話ししたり、あとなんかデニーズとか行ってポテトフライとかコーラ飲んだりすることで、マック行ってマック食うこと、バーガー食うこととか、いやーそういうことだと思ってて、付き合うってこと俺あんま言いたくないんだよ。なんか自分の中でそう思うようになったんですよ。付き合うからなんだよって話になって、俺は付き合うってことが重要じゃないじゃん。付き合ってくださいっていうより、あの普通にハグさせていいですかって、ハグしたいんですけどハグさせてくださいってね、それいっぱい要求していいんでしょ。でもみんなそれを言うのがめんどくさいから付き合ってくださいって言うんでしょ。もう後々思いついてからだ、だから付き合ってくださいっていうのか、もうしたいことがいっぱいあるんだけど今はパッと思いつかないからとりあえず付き合ってくださいみたいに言って付き合うって言うやつなんかいねえよな。そんなロマンチックなやつあんまいねえよな絶対。俺は君といっぱいやりたいことがあるけど今瞬時思いつくことはないと。何個かある大きなこと、一緒にいたいとか、でももっと君といろんなこといっぱいやりたいんだ、でも今浮かばないしそれを今同時にはできないから、これから長い年月をかけてやっていきたいと僕は思ってるんです、だから付き合ってくださいみたいなね人はいないだろ。なんかそのよくわかんない友達との話の話題作りみたいな、みんな付き合ってるからみんな付き合おうみたいな、クソつまんないやつしかいねえんだよね。その付き合ってるリア充を否定するんじゃないんですよ。ロマンチックってかっこいいからな、そのしょうもない理由で付き合うなと。いや付き合っていいよ、うん、しょうもない理由というか付き合うこというかしょうもない理由、しょうもない理由ってしょうもなくねえよな、可愛いんだもんで、ね、うん、そうって思いますね。叶わない恋ってやつですか。でもいいなって思いました。恋はいいなって思いましたけど、めんどくさいなって、うん、叶えられないって、なんか絶望だもんな恋とかに関して。俺もめっちゃ好きだし相手もめっちゃ好きだしって状況なんて存在すんの、そんなもん。めっちゃ最高だしどっちもめっちゃ最高ってそんなんないだろ。みんななんとなく結婚してるだけだろなあ。めちゃくちゃ時間かかるんだよ本当に。どっちかが妥協するしかないと思うな。それ俺なんだろうな、よくわかんないんだよな俺の。なんか周りのやつらクソだからさ、中学校の頃の人たちはさ性格で選ぶんだよ女の子は、って思って、うん、俺はまあ性格はなんだろうな、ギャップってやつ、ギャップって言うのもなんかムカつくけどな、既存の言葉にくくられてる感じでも俺は既存の中にしかいないのかって、それを逸脱してみたい気持ちありますが俺にまだそれをできる力はないんです。まあ、当然でございますが、まあなんつうんだ、うん、まあね、超好きな子がいたけどチャンスないでバーンってやったっていうね。でもこれも親聞いてるからムカつくな。まあいいけど、いやもうみんなさもう可愛いかったりかっこよくなりゃいいのにね、この世界。もう可愛い系男子もかっこいい系男子もかわいい系女子もかっこいい系女子もそれで溢れ返ればいいのに。人口世界総100億美人時代みたいな、そういうね、それで溢れ返ればいいのに。うん、マジで本当に。いやでも可愛い子って特殊すぎなんだよな。ブスに当たりが強いのは違うけどな、なんか可愛い子だけにはそれは露骨にね、うん、いいことするけど、だからブスに当たり強くするってでもあるな。俺もムカつくな、俺の遺伝子、俺の DNA ムカつくなって口だけでは言えるけどね、
本当になんかブスがミスしたらブーって殴んだよ。その4人くらいいたじゃん、ブーって4人殴ったじゃん。なんだよ、4人日記に殴るっていうね。いやーもうね、可愛い子っていいな、ズリーな、チートだな。うん、世界一可愛い人っていうのはあれなのかな、世界一美しい人は自分見て何をするのかね、何をするのかな、自分見てやるのかな。そういう橋本環奈とか多分やってそうだよね、鏡見ながらキテレツっていうかぶっ飛んでんな、そんな絵面見たらやばって。まあね、そういうやべえやつだと思います。美人そういうことみんなしてますから、自分の日や男でやってるか、うん、そんなやついないか。まあね、僕はもう女の子でイチャイチャする権利はもらえませんでした。羽鳥さん風にね、女の子とイチャイチャする、イチャイチャできる人生の権利ありませんでした。まあ、みんなも大体そうだと思います。はい、ね、可愛い女の子とイチャイチャする権利は僕は持ってませんですけど、ロックンロールを楽しむ権利はみんな等しく持っているのですってね。ロック好きな人じゃん、ロック好きな人じゃんってね。まあロックンロールを楽しむ権利はで、いや、ロックンローラーかよ俺はな、ロックンロールスターになりました。はい、でもロックな行動を全くしないし、かっこよくならないけど、俺はロックンロールスターになりました。何食いたいんだろう、やっぱマックのナゲット食いたいな。マックの出来たてナゲットむちゃくちゃうまいぞみんな。うん、いやうまいな、うまいわ。あとそうだ、新しいなんか焼き方、なんかフライパンに水をこう入れてスウィンナーを焼くやり方で食ったんですよ。バチクソうまかった。うん、すんげえうまかった。えっって思っちゃった、そんな簡単にできちゃう思った。拍手、最高でしたね。ローライフ、ローライフ、あれのローライフ聞いたんですけど、新しいやつ買ったんですよ3つね。まあ住所全然出る、住所は、うわっ、そっか動画で映せないもんいっぱいあんな今。ローライフと人にはそれぞれ事情があると、真夏のストレートと天国生まれ買いました。感想めっちゃグッド、うん、住宅街めっちゃラブ、いやあれいいよな、住宅街めっちゃラブって単語好きだな。あのなんだっけ、水谷さんだっけ、なんかあの人ね、最近アバンティーズにいない人ね。住宅街めっちゃラブ、うん、あれで検索しても何一つ出てこないけどね、住宅街めっちゃラブで。まあ最高ですけどね、あれは住宅街めっちゃラブいいですよね。なんか自分の動画俺あんま見ないですよね。でも最近なんか漠然と ASMR 聞きてえなって思ったけど、なんかいい ASMR ないんかけって話でさ、俺誠さんって人が好きなんですよ。でも誠さんのシャンプー音好きなんですよ。シャンプー音好きだけど、なんかもう30分くらいシャンプーしてほしいんですけど、生放送の中でシャンプー ASMR をするんですよ。それだとなんか他のやつが邪魔してループで聞けないんですよ。それ悲しいよね。うん、で昔の誠さんの ASMR のシャンプーのやつもあるんですけど、あれはなんか音は別なんですよね。誰かプロが作ったやつをやってるって感じだったけどね。そんなことよりお腹すきましたね。ということで俺は何か探してきます。よいしょ、
どうも、はじまきよしろです。いや、なんかね、そうだ、動画ね、面白い動画を考えてたんでやります。あ、面白いっていうのもね、久しぶりにウケるかもしれない動画ね、